TBS が大炎上、ウクライナ避難民に触手化。3日にツイッターにて、ウクライナのキ運に乗り込み、話題となっていた前原剛さんが、次のような発言を行い、TBS が大炎上してしまっております。簡単にご紹介いたしますと。悲しいことがありました。現在、日本へ避難したウクライナ人のサポートをしています。その中で、本日夕方、TBS の社員が、 取材を装い、20代のウクライナ人女性を呼び出したそうです。しかし、その女性に近づいた理由は、取材などではなく、夜の関係を求めてきたと SOS が、どんな神経視点だとなっておりまして。現在、このアカウントは非公開となっており、この投稿は確認できなくなっておりますけども、TBS には、 まずは、このような事実があったのか調査を行い、調査結果を公表していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。